1>, 1番街から見た42丁目。クライスラービルが右上に見え、右側手前に、ォード財団本部が見える。イルミネーションに彩られた7番街と8番街の間の42丁目。ハドソン側から見た42丁目。42丁目は、ニューヨーク市マンハッタンを東西に横断する、ストリートと呼ばれる通りのうちで主要な通りの一つ。車道は両方向通行である。 ミッドタウンの中心部を通り、道沿いには多くの著名な建物や場所がある。ただし建物や施設が南北方向の通りに面している場合はその通り側に正面入り口を設けるので、建物の側面がこの道に面している場合も多い。ミッドタウンの地理を把握するにはこの通りを基準の一つにすると位置関係がわかりやすい。 東から西に向かって順番に列挙する42丁目は、ブロードウェイ、タイムズスクエア周辺の劇場街の真ん中を通る。1933年のミュージカル映画、42番街の題名はこの通りから取られた。その後1950年代後半からはいかがわしいショーやエロティックムービーを上演する風俗街になってしまい、危険な地域となってしまった。 1990年代初頭にニューヨーク市はこの地域の浄化に着手し、現在は多くの観光客を集める場所になっている。42丁目と交差するすべての地下鉄路線に駅がある。ありがとうございます。